できます。 春菜と清水が付き合い出すらしいよ。え、マジで。春菜他の学校の男子まで手出してんだ。誰？清水って。塾で一緒の人。トマも塾行こうよ。え、無理だよ。こいつんて母子家庭で貧乏だ。うるせえよ。で、ちいけ焼き豚にして食うぞ。やだな。うるせえ。ありえないよ。 さあ、どこでデートしてんの？公園とか。遊園地に行ったりしてるんだって。二人だけで？うん。うっそ、気持ち悪くない？うん、ね。やばいよね。うん。新しいの買ってもらった。やらない？ ありがとうございました。またお越しくださいませ。次の方どうぞ。次の方どうぞ。2800円ですね。追加でお願いします。また？ いいよ。買ってあげる。どうしようもない人だな。何時に終わる？5時。仕事辞めてた。 今度はどこに行ったって？知らん。相手は？知らん。君もダメな母親を持って苦労するね。とも、大きくなったね。 前はいつだった？
3年の夏休み。そっか、どうせまたすぐ振られて戻ってくるよ。どうでもいい。ねえ、家着いたらウィーやりたい。いいよ。何か私の前の記録破った？さあどうだろう。あのさ、実は一緒に住んでる人がいる。え？とても大切にしている人なんだ。トモのことは話した。姪っ子が来るって言ったら喜んでた。でもちょっとなんというか変わった人で、いや変わってるっていうのは違うかな。彼女に会う前に言っておいた方がいいと思って。ただいま。帰り。いらっしゃい、ともちゃん。あ、はあ。リンコです。どうぞ。前に来た時と全然違う。テレビと本しかなかったもんな。凛子さんすいません、急に。昔からいい加減な姉で。ともちゃんが来るって聞いて嬉しくていっぱい作っちゃった。さあ食べよう。はあ、どうも。ありがとう。いただきます。いただきます。遠慮しないでいっぱい食べてね。いただきます。美味しいでしょ。凛子さん料理得意なんだよ。やめてよ。料理なんて本見りゃ誰だってそれなりにはできるのよ。うん。ともちゃん、好きな食べ物は？あ、なんでも全部美味しいです。そんな答えダメ。ちゃんと教えて。切り干し大根とかしじみの醤油漬けとか
っさんみたい。つうか絶対将来酒飲みだね。なんだよその居酒屋メニュー。ともちゃんがいる間に絶対作ってあげるからね。うん、あ、なんかしじみの醤油漬け食べたくなってきちゃった。台湾風のやつ。まきちゃんビールもう一本。お、はい、ほらまきちゃんそんなとこで寝てないで。きっちゃんお風呂入っちゃいな。ダッサいよね。一体どこでああいう柄のパンツ見つけてくるんだろうね。ともちゃん手伝って。ここでいい？はい。ごめんね狭くて。いえ。学校はどうする？ここからだと電車？いやちょっと遠いけど歩けない距離じゃないから。そう。でも明日は休んで家に帰って荷物持ってきます。うん、じゃあお昼のお弁当作ってあげる。そんな大丈夫です。適当に何か買って食べます。向こうから聞いた？私のこと。え？私ね、生まれた時は男の子だったの。ああ、はあ。体の工事は全部終わってるんだけど、戸籍はまだ男のまま。はあ。私みたいな人がいるってことは知ってるよね。200cc ずつ E カップ触ってみる。え？どうぞ。いいです。あ、もう出てくるの早いよマキオ。ちゃんと洗ったの？洗ったよ。チンコの裏も？裏も表もゴシゴシ洗いました。ほんと？おやすみ。ちょっと風邪ひくよ。どうも。
私、鮫島製薬の斉藤と申します。いつもお世話になっております。こちらこそ、いつもお世話になっております。斉藤さん、ご飯あっちの席です。ん？この手はあれだ、正直で頑固な人の手だ。はいはい。もう大丈夫？え？今日学校休んでたから風邪？ゲームする？カイは塾行かないの？僕は音大付属に行くからレッスンのが大事なの。あ、そう。ゲームは？今日は無理。明日は？明日も無理。明後日もずっと無理。私しばらくここには帰ってこないから、もう待たないで。なんで？ねえ、なんで？なんでも。お母さん帰ってこないの？
ともちゃん。どうしたの？どうした？これ飲んで。無理して食べなくてもよかったのに。ごめんね。ちょっと押し付けがましかったかな。お弁当いらないって言ってたのにね。違う、タコに目ついてるし、あんな可愛いお弁当初めてだったからすぐに食べちゃうのもったいなくて、もうちょっとしてからゆっくり食べようと思ったらもうダメになってて、でもどうしても食べたくて。かわいい、かわいくてかわいくてどうしよう。何読んでるの？学校では話しかけないで。大丈夫だよ、誰も見てないから。サッカーしてる男子の中に赤いシャツの人いるでしょ。6年の大野くん、あの人のこと考えるとこの辺がモヤモヤするんだよね。キモい。僕はどうなっちゃうんだろう。ってないじゃない。誰か入ってきたらどうすんのよ。あんたがともちゃん、一人でいるときはちゃんと鍵かけておきなさいよ。あら、あんた死んだわね。私はリンコの母。この人はね、私の夫の吉尾くん。どうも。あ、凛子ね、今日同僚が熱出しちゃって夜勤になっちゃったんだって。牧雄くんも遅くなるからともちゃんお願いって頼まれたの。何食べ行こうか。
ともちゃん今いくつ？11歳です。おっぱい大きくなってきた。まだか。そろそろ先手とか痛くなったりしない？あの子の最初のおっぱいは私が作ったの。中学2年生の時。想像してみて。心は女の子なのに成長する気配もない真っ平らな胸を見る時の切なさ。ねえともちゃん、一つ言っとくけど、凛子を傷つけるようなことしたら承知しないよ。たとえあなたが子供でも私は容赦しない。文子さん、ヤクザみたい。そう？ご存知でしたか、お母さん。春からずっとなんですよ。柔道着なくしました。水着もなくしました。ずっとサボってます。サボる？ああ、いや、体育の授業だけなんです。他の授業はちゃんと真面目に受けてるんですよ。あ、まあ、成績はいつも下の方ですけど。体育は受験に関係ないって舐めてるんじゃないですか、お宅の息子さん。舐めてはいないと思うんですけど。あ、まあ学校としては対応に困っておりまして。何かあの子なりに理由があるんじゃないかと。理由も何も、体育は必須科目です。凛ちゃん、汚いジャージの体育教師と会ってきた。どうした？お母さん、私ね、おっぱいが欲しいの。
そうだよね。リンちゃん、女の子だもんね。泣かなくていいんだよ。リンちゃん何にも悪くないんだから。ただいま。リンちゃん。ちょっとちょっと。つけてみて。綿足りないか。本物はあげられないからさ、とりあえず偽乳で。こんにちは。こんにちは。どうも。私、鮫島製薬の斉藤と申します。いつもお世話になっております。どうも、小川と申します。斉藤さん、フェルコチス。いらっしゃい。小川さん、牧雄さんが来ましたよ。今日はとっても気分がいいみたい。いつもよりたくさん朝ごはん召し上がってたし。そう、いつもありがとうございます。いいえ、ごゆっくりどうぞ。母さん、トモと一緒に来たよ。母さんの孫、わかる？おばあちゃん、こんにちは。だらしがないね、ひろみは。女の子はいつもきちんとしてなさい。ひろみじゃないよ、ひろみの娘のトモだよ。母さん、芋ようかん持ってきたよ。芋ようかん？
うん。おばあちゃんはママのこと嫌いだったのかな。嫌いっていうのではないと思うよ。でも昔から母さんはなぜか姉ちゃんにはいつも厳しかった。父さんが死んでからは余計に。親子でもさ、人対人なんだよ。どうしても気が合わない関係もあるんだと思う。でもそれと嫌いって言葉とは違う気がするんだ。むしろ愛してやまないからこそ、うん、裏目に出るというか。ママはおばあちゃんのこともう捨てたって言ってた。ある意味ではそうなのかもしれない。でもそうしなければトモは生まれてこなかったんだよ。僕だって母さんをここに入れてホッとしてる。姉ちゃんが家を出てってからずっと毎日毎日僕のお弁当を作って、どんなに遅くても僕の帰りを待って。正直重たくて憂鬱だった。こんなこと言ったらいけないんだろうけど、でも一緒に暮らしている間はどうしたら離れられるか、そればっかり考えてた。ママは私のことも捨てちゃうのかな。トモのママは自分にとっての優先順位をうまく考えられない人なんだ。そういう人がいるんだよ。とても悲しいことだけど。マキオの優先順位1位って何？そりゃリンコさんだよ。決まってるじゃないですか。ねえ、リンコさんとどうして付き合うことになったの？まあ言ってみれば僕の一目惚れです。一目惚れ？うん。丁寧に丁寧に母さんの体を拭いているリンゴさんを初めて見た時、もうなんというか綺麗すぎて涙が出た。もちろん元は男の人だって分かった時はものすごく戸惑ったけど、好きになってしまった気持ちはどうしようもなかったんだ。凛子さんのような心の人に惚れちゃったらね、もう後のいろいろなことはどうでもいいんだよ。男とか女とかそういうことももはや関係ないんだ。お待たせ。ごめんね、遅くなっちゃった。うん、食べて。お腹空いたでしょ。ありがとう。いいね。はい、いただきます。片付けて戻っちゃった。お疲れ様。うん、
トモ。トモちゃん。トモちゃん。トモ。トモちゃん。大丈夫よ。この子はね、おにぎりあげておけば文句ないの。ね、トモおにぎり好きよね。さあ、早く食べちゃいなさい。ほら。トモちゃん。どうした？大丈夫大丈夫大丈夫だよ。タオルボロボロだね。いいの？まだまだ赤ちゃんだな。赤ちゃん、いい子でちね。はい、抱っこしましょう。おっぱいおっぱい。ねえ、おっぱい触ってみたい。いいよ。本物よりやや固めらしいよ。うん、やや固めかも。でもちょっと気持ちいい。醤油漬けと切り干し大根どうぞ。はい、いただきます。いただきます。トモ、またゲームやりっぱなしだったよ。
ああじゃなくてちゃんと片付けてっていつも言ってるでしょ。はい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 じゃなくて。うっせえな。行って虐待。行ってきます。行ってらっしゃ い。これ次裏ミスか表ミスか。次は表よ。表か。ありがとうございます。何すか。ゆかちゃん最近すごく綺麗。そうすか。なんかね、綺麗さが中から溢れてる。収まらずにはみ出てる感じ。いやでも大変なんすよ。なんせ貧乏人同士の結婚すからね。つつましくって思うけど、ちょっとしたことにいちいち金かかって。この間なんて節約のためにウェディングケーキ自分で焼けばって相手に言われてマジ喧嘩になりましたよ。ほんとざけんなっつうの。このまま本当に当日迎えられるのかすっげえ不安っす。大丈夫よ。どうすかね、相手アホだしな。トモ、今日他に何か食べたいもんある？イカの塩辛。ほんとおっさんみたいだね。イカの塩辛。あら、あの子。トモ？トモ。行くよ、トモ。ああ、食器用洗剤忘れてた。トモ、持ってきて。はい。ともちゃん、こんにちは。お母さん帰ってこないんですって？ちゃんと食べてるの？あなた大丈夫？え？ずいぶん変な人と一緒にいるから。いい？困ったらいつでもうちにいらっしゃい。彼も私もトモちゃんの味方だから。あなたは一人じゃないのよ。余計なお世話かもしれないけど、ああいう種類の人とあんまり一緒にいない方がね。被害者の方も事件にする気はないとおっしゃってるんで、まあ後でクリーニング代でもお支払いしてね。本当に申し訳ございませんでした。ほら、トモも本当に申し訳ありません。
それじゃごめんなさい。私に謝れて、なんであのおばさんに謝れなかったの？なんか言われた？あのおばさんに。もしかして私のこと？ねえ、トモ、何があっても何を言われてもあんなことしちゃ絶対ダメ。飲み込んで踏ん張って我慢して怒りが通り過ぎ去るのを待つの。通り過ぎないときは？私はね、これです。すげー悔しいこととか死ぬほど悲しかったりすることを全部チャラにするの。誰かに洗剤ぶっかける代わりにね。ざっけんじゃねえよ、畜生畜生って。一目一目は見ながら、そうするとね、いつの間にか心がスーッと平らになる。マキオの腹巻きはリンコさんが作ったの？そうよ。トモにもなんか作ってあげる。マフラーでもセーターでも手袋でも。何がいい？こんな暖かい日に考えられないよ。そりゃそうだよね。そういえばママはマフラーも手袋もセーターも毛糸のものは買ってくれたことない。なんで？わからない。これ何？同じものいっぱいあった。これはね、私の煩悩。煩悩？舌の手術した時さ、結構つらかったんだよね。痛くて痒くて、なんで私がこんな苦しい思いしなくちゃいけないんだろうって。私なんか間違ったことしたかなって。まあ間違ったのは私じゃなくて、神様が私の造形を間違ったんだけど、は私の弾痕への供養。弾痕？じゃあこれ凛子さんのチンコです。
変態な失礼ね。これを108個作ったら燃やすの。 108? 消費税込み。バカ。108ってのは人間の煩悩の数。除夜の鐘は大晦日の夜に108回つくでしょ。数珠の玉の数も108。供養が終わったら戸籍を女性に変えるつもり。私も煩悩作ってみたい。この人差し指と中指の間にこの糸をこうやって持つのね。 OK? うん、はい、こう、うん、でこれね、これが人差し指、そうそう、人差し指、中指、そう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 、でこうでしょ。でそう、そしたらこの針をこの一番上、ここ、うん、そう、そこに通して、そう、そしたらこれを、そう、私ね、友のことが可愛くて可愛くてどうしようもない。うん。もしもさ、友のママがこのままずっと帰ってこなかったら、友のこと養子にできるのかな。え、私戸籍を女に変えて真紀夫と結婚したら友のママになれるのかな。そこまでは考えてないか。ずうずうしいよね。そんなことない。僕はそんな風にふざけた気持ちで凛子さんと付き合ってない。受け入れます。全部。友のこと真剣に考えてみよう。一緒に。前か。
ママ。こんな時間までどこ行ってたの？学校に連絡したら朝からいないって言われるし、一体何やってたんだよ。心配したんだよ。ちゃんと答えなさい。ママでもないくせに。トモ、大きな手。ちょっと貸して。上手ですね。昔やってたのよ。夫が長いこと浮気しててね、とうとう女のところに行ったっきり家に帰ってこなくなっちゃったの。悔しくて悔しくてどうしようもなくて、何かしてないとおかしくなりそうでね。子供たちのセーターやマフラーいっぱい編んだわ。でもなぜかヒロミはちっとも来てくれなかった。嫌だって。あの子敏感だったから、そういう私の気持ちに気がついてたのかもしれないわね。それにしたって大事に大事に育てたのに、どうせどっか行っちゃうんだもの。子供なんて本当につまんない。あなたそう思わない？編んだもの捨てるのもなんだし、たまっちゃってね。3年間で大きな段ボール5つ分。やっと夫が帰ってきたのは死んでから。離婚はしてなかったから、亡骸が家に運ばれてきたの。夫の棺桶に
それまで編んだ編み物全部敷き詰めてやった。私の怨念に囲まれて、あの人今の話秘密よ。ともちゃんとはもう遊んじゃダメよ。学校でも話してもいけません。なんで？一緒にいた人見たでしょ、普通じゃないの。普通って何？普通は普通、異常でないことよ。発明した人にノーベル賞をあげたい。そんな中暑いでしょ。内緒話しよう。じゃあまず私のとっておきの秘密、私の昔の名前、金太郎でした。恥ずかしい。名前も体も直したけど、この手のデカさは直せないんだよね。手のデカさと同じ私にはどう頑張っても自分の力じゃどうにもならないことがある。マキオの子供も産めない。
昨日ママを見かけた。私、毛糸を買ってくるね。ゲーム片付けといてよ。入院しなきゃダメなんですか？頭を打ってるようですから検査はしないと。なら何とかなりませんか？いや、そう言われても。お願いします。念のための検査入院です。たった一泊我慢できませんか？できないから言ってるんです。彼女は女性です。見ればわかるじゃないですか。保険証では男性ですからね。納得できません。すぐに女性部屋に移してください。空きがないんです。だからって。一泊40万の個室なら空いてますけど、そちらに移動されますか？あなたがやってることは人権侵害だ、差別です。分かってるんですか？大きな声出さないでください。泣かなくていいんだよ。悔しい。偉いね。よく我慢したね。
ビール発明した人にノーベル賞あげたい。早っ。私ね、さっさと供養を終わらせてとっとと女になるって決めた。僕にもやらせて。いいよ。うん。じゃあまずこう持って。うん。こう。そしたら、これをここに挟む。こう。お待たせしました。今日こそ鍋でしょう。みんなで食べるのがいいのよ。そう思いますね。たくさん食べてね。はいはい、じゃあ乾杯しよう。はい、乾杯。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 お皿。ああ。いただきます。いただきます。おいしそう。うん、今日の鳥は普通の鳥ではございません。ん？青森のシャモロックでございます。はいはい。シャモロック。うん、シャモロック。へえ。シャモロック。おいしそう。はい、ありがとう。うん、いただきます。美味しそう。マキオくん。はい。お母さんの様子は？はい、リンゴさんがよくしてくれてるおかげで安定してます。そう、あんたってつくづく強運な女よね。なんで？だってそうでしょ。どんなに頑張っても結婚は無理かなって思ってたけど、牧雄くんみたいな理解のある男性が見つかって、それだけで十分すごいことなのに、ましてやそのお父さんはすでに亡くなってて、お母さんはそのなんていうかねえ。母さん、どういう本当のことでしょ。牧雄くんの両親が元気だったら、あんたのことを理解しろって言ったってそんな簡単なことじゃないのよ。失礼極まりないことは重々承知の上で、でもやっぱりラッキーって感じ。やめてよお母さん。だって私自分の娘が一番可愛いんだもん。うん、はい、ありがとう。美味しいです。どうともちゃん、そろそろおっぱい大きくなってきた。お母さん、真剣に勝負しすぎてお腹空いちゃった、ケーキ食べに行こう。カイ君もやった。
ね、トモは何年生まれ？2004年。それはつまり平成？16年。カイ君も一緒？はい。自分の生まれ年のコインを持っておくと幸運が訪れるんだよ。本当？そんなんで幸運が訪れるなら世界中のみんなが幸せだよ。信じるか信じないかは自分次第。ごめん、1個しかないや。平成16年。ずる。トモは信じないんでしょ？信じないけど、とりあえずもらっとく。83、84、85、86、あと22個か、うん、ね、これ編んだの誰？左に反りすぎ。マキオでしょ。うん、僕かもね。無意識に自分のものと似せてしまった可能性ある。うっそ、あんたのこんな立派じゃないくせに。こんなもん？そこまでヘナチンじゃないぞって。やめて、散らかさないで。じゃあこれ？それ大きすぎだろって。いや、もうやめて、散らかさないちょっと、いやトモ、このまま僕たちと一緒に暮らさないか？もっと広い部屋に引っ越して、トモの部屋も用意したい。しょうがないよね、うん、まあ、一人になっちゃったから。斉藤さん、こちらにいらしたんですね。お風呂の時間ですよ。うん、うん、はい、うん、この手はあれだ、綺麗な心の人の手だ。うん、僕タオル専門ね。じゃあ私、マキオのダサいパンツ担当ね。ダサくないよ。ダサいよ。ダサくないよ。ダサいよ。
リンコさんかな。こんばんは。あの、児童相談所の金井と申します。はい。トモさんはいつからここで生活されているんですか？1ヶ月前くらいから。お母様が帰っていらっしゃらないとか。ええ、なので叔父の僕が預かっています。え、こんばんは。こんばんは。トモさんが生活する環境として好ましくないという通告がありました。そんな。少しトモさんと二人でお話しさせていただけますか？何か辛いことや困っていることはないですか？ない？ちょっと腕見せてもらっていいですか？うん、ありがとう。じゃあ反対も。うん、どこか痛いとこや怪我しているとこはないですか？大丈夫？
おお、ビビった。あんたのママと顔合わすとこだった。さすが金持ち。いい部屋だね。一泊40万だな、これは。そんなにしないよ。ねえ、死ぬ手前ってどんな感じ？よく光に吸い込まれるようなとか言うじゃん。死んだおじいちゃんとか出てきた？覚えてないよ。おじいちゃん死んでないし。なんて覚えておかないのよ。頭悪。大野くんに手紙書いた。ラブレター？うん。出したの？出す前にママに呼ばれて破かれた。うわぁ、そりゃ死にたいね。うん、本当に。なんで死ねなかったんだろう。ママに言われた。僕はとっても罪深いんだって。あんたのママはたまに間違う。だって絶対にそんなことない。絶対に、絶対に。リンコさん、ん？実際に切ったチンコってどうなの？ずいぶん思い切ったこと聞くね、トモ。これだけのチンコ編んでるんだから、そういうこと聞いてもいいような気がする。答えなくていいですよ、リンコさん。チンコを完全に切り取るわけじゃなくて、リサイクルするの。リサイクル？中身を出して、皮をひっくり返して、作った穴に貼るの。ああ。すげえ、すげえ、すげえ。大きいの取って。ありがとう。あ、結構落ちて、向こう行って。ありがとう。
3、104、105、106、107。ありがとうございました。またお越しくださいませ。次の方どうぞ。ただいま。どうも、久しぶり。元気だった？いや、どうしたの？黙っちゃって。どこ行ってたんだよ。あっちこっち。おかげでもすっからかんよ。また頑張って働かなきゃ。帰ろう。いろいろお世話になりました。姉ちゃん。ん？実は友のことなんだけど。引き取りたいんだ、凛子さんと一緒に。友のことちゃんと育てていきたいと思ってる。え？本気なんだ。凛子さんとも話し合った。凛子さんは友のことすごく可愛がってくれてる。大切にしてくれてる。冗談でしょ。本当の母親になりたいって言ってくれてるんだ。そうなの、無理に決まってるじゃない。だってあの、マキオ、あんたの性的嗜好について私は何も言わない。いや、すごく驚いたけど、そこはあんたを尊重する。でもだからって、ね、お願いします。友のこと大切にします。お願いします。
何言ってるの。あげるわけないじゃない。トモは私の子よ。姉ちゃん今回が初めてじゃないじゃないか。トモのこと放り投げて仕事辞めて男とどっかに行っちゃって、無責任にも程があるよ。ちょっと預かってもらっただけでしょ。私ね、女なの。母である前に女なのよ。そら一人で育てててどうしようもない時だってあるでしょ。何そんなのも許してもらえないの。許せません。女とか母とかの前にまず子供を守らなきゃ、人として大人として。あんたに何がわかるのよ。母でも女でもないくせに。凛子さんは女だ。じゃああんた、あの子が生理になった時にちゃんと教えられる？胸が大きくなってきた時にどのブラジャー最初に買ってあげればいいかとか分かる？分かんないでしょ。あんたは母親にはなれないの。分かるでしょ。あんたは一生母親にはなれないの。凛子さんはご飯作ってくれた、キャラ弁作ってくれた、髪も可愛く結んでくれた、編み物教えてくれた、一緒に寝てくれた。もうやめなさい。何、どうしてママはしてくれないの。どうしてもっと早く迎えに来てくれないの。ないよそんなの。分かりたいけど分かんなくて、たまにどうしようもなくなって帰って。姉ちゃん。トモはコンビニのおにぎりが嫌いなんだ。
ゲームとか脱ぎっぱなしの服とか片付けないでいいって思うとせいせいする。私ももう凛子さんに髪の毛引っ張られないって思うと嬉しい。ごめんね。謝んな。悲しくなる。
人で大丈夫？うん、大丈夫。とも、姉ちゃんをお願いします。はい。お願いします。